はい、柴田さんとですね、ヒロヤさんという方ですね、総合格闘技の選手で、再戦がどっかであるみたいですね。これ、YouTube 上でやるのかちょっと分かんないですけれども、これ、なかなか、注目されていくと思うんですよね。柴田選手は負けても、いいわけですから、レスラーですから、彼はね。で、相手の総合の選手も、これ名前が売れたと思うんですね。だからここがプロレスラーの特殊なところで、今回勝ちましたけれども、その自分が負けても次につながっていくのがやっぱりプロレスです。本当に久しぶりにこういうことが起こったんじゃないかなと私は思いますが。